突然ですが皆さん、予言って信じますか？最近ではインドの少年のコロナ予言なんかが話題になりましたが、今日は的中率 85% とも言われているバババンガさんの大予言について紹介していこうと思います。では行きましょう。1911年1月31日にブルガリアで生まれた彼女は、もともと予言の力を持っていたわけではなく、とある事故によってその力を手に入れました。12歳の時に竜巻により激しい砂嵐が起こり、それが原因で両目を砂で傷つけ失明してしまいました。盲目となった彼女に与えられたのが予知能力で、普通の人間には見えない不思議な生き物が未来の出来事を予知夢として教えてくれると語っていたといいます。彼女はバチカン半島のノストラダムスと言われるほど予言を的中させており、84歳で亡くなるまでに第二次世界大戦の始まりと結果、ソ連の崩壊やアメリカ同時多発テロなどを的中。近年では世界で新型コロナウイルスが感染拡大することや、トランプ元大統領の病気、さらにはまさに日本で起きた東日本大震災をも予言していました。2011年に北半球の生活が放射能で破壊されるという予言が出されて以来、この予言の放射能という言葉から核戦争が起こるのではないかと予想していました。核戦争こそ起きていないものの、実際には2011年原発事故による放射能で日本は甚大な被害を受けており、予言は見事的中していたことになります。生前に5079年までの予言を残していますので、ここからはそんな彼女の残した予言を紹介していこうと思います。2046年、全ての身体器官が簡単かつ一般的な方法で再建可能となる。現在でも医療の進歩により昔よりは死亡率も下がってきていますが、本当に予言の通りとなれば病気による死亡率も格段に下がるでしょう。早期が癌に侵されたとしても病院で取り替えれば即解決なんてことになるんでしょうか。2088年、新しい病気は人を数秒で老いさせる。現在でもウェルナー症候群という、思春期を過ぎると急速に老化し、20歳になる頃には白髪やシワ、筋肉の退化が起こる病気があります。しかしこの予言では数秒で老化を進めると言われており、もしそんな病気が流行ったら今のコロナウイルスどころの騒ぎではありません。身体器官が作れるようになっても数秒で老化なんてことになったら治療の暇もなさそうですね。2111年、人々はロボットになる。数秒で老化する病気の対策なのか。2111年には人間はアンドロイドになると予言されています。現在でもイギリスのスコット・モーガン博士が、体が動かなくなる ALS という病気に対抗するため自らをサイボーグにする実験で寿命を延ばしていますが、全人類がそうなるのでしょうか。2125年、宇宙からの信号はハンガリーで受信される。いよいよ宇宙に関する予言が出てきました。今からおよそ100年後、宇宙から信号が送られてくると予言しており、その5年後の2130年にはエイリアンの助けを借りて水中で生活する文明が生まれるとも予言しています。エイリアンの存在は明らかになっていませんが、的中率 85% のババコンじゃなくてバババンガさんの発言を聞くと疑ってばかりはいられません。4599年、人々は不死を達成する。一気に2000年以上飛びましたが、4599年には人々は不死になると予言しています。4304年にどんな病気でも克服できる方法が見つかると予言していることから、予言の通りになれば本当に不死になれるかもしれませんが、死なないと分かりながら生活するのもなんだか退屈な気がしてしまうのは僕だけでしょうか。5079年、世界の終わり。彼女の予言はこれを最後に終了しています。というよりも続けようがないといった感じですが、一体どのように世界が終わるのか、世界が終わった後には何があるのか、彼女の予言は本当に当たるのか、いかがだったでしょうか。スーパーおばあちゃんバババンガさんの大予言、今を生きている僕らには確かめようもありませんが、世界の終わりに向けて毎日楽しく生きていこうと思います。ではまた。